待って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 、ハムガツいるぞ。え、嘘だろ。え、入ってんじゃないこれ、もしかしたら。大人も子供も姉様、ごきげんよう。終わりだ。はい、ということですね。ポケモリの投票会っていうのをやってたらしくて、で、僕ね、それで、ね、投票忘れたんですよ。ただね、投票がなんだかんだで100万票ぐらい投票されてて、で、まあいろんなね、住民に関する、まあ、投票とかあったらしいんだけど、まあ、今回ね、ちょっと結果見ようかなと。ね、今結果がなんかもう表示されてるらしいから、ちょっと見てね、まあ、ハムカツとかはね、入っているのかと。まあ、入ってねえだろうな。入ってねえと思うんだけど、見てみましょう。うん。じゃあ、早速行ってみましょうか。で、実際のその投票の様子は YouTube に公開されてるんで、まあ、概要欄からね、自分でも見てみてください。お、始まった、始まった、始まった。なんかな、動物たちが。おい、待って待って待って。待って、ハムガツいるぞ。え、嘘だろ。え、入ってんじゃないこれ、もしかしたら。マジで？え、マジで？待って、すげえメインに映ってるよ。え、マジで？え、ついに任天堂ちょっと、ハムカツの重要性分かってきた。やばくないこれ。すげえメインに映されてんじゃん。ど真ん中じゃん。やば。え、なにこれ？あ、いろんな質問があったと。マジで？ちょっとこれ、じゃあまあ、さっくりとね、見ていこうか。最初の発表、最初に仲良くなった動物。まあ、つもりとかでもそうだしな。ポケモリとかもそうだしな。アポロね。うん。まあまあまあ。あ、ブーケ。はい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 。でですよ。1位。キャラメル。ハムカツ映りすぎだろ。すげえ映ってんじゃん。もうキャラメルよりちょっとハムカツの方が気になるな。まあ、キャラメルな。ああ、なるほど。まあ、この投票の結果のこのね、コメントとかはちょっと YouTube ので見てね。公式のでね。次は、自分似ていると思う動物。俺が気になるな。みんな何だと思ってんの？豚系住民か、ゴリラ系住民か。ジュン。はは、ジャック。嘘だなぁ。あ、キャラメル。おい、キャラメル個性あるかい。キャラメルさ、個性がな、普通系だからな。なるほどね。おい、ジュンとジャック投票したやつマジか、お前ら。似てんのか、ほんとに。お前ら、ちょっとお前ら理想入ってんだろ。次の発表。ねえ、なんだ次は。生まれ変わるとしたら、どの動物がいい？まあね、いろんな住民いるからな。ビアンカ、わかるよ、これは。ジュンな。入ってくんな、どこでも。ジャック、もう入ってこいつらばっかじゃねえか。なんとなくわかる。デキレースだからな。大抵デキレースだろ。まあでも、生まれ変わりたい動物だからな。まあ、それはいいんじゃないか。まあ、みんななりたいよな。そうだね。じゃあ次。いやもうなかなか面白いじゃん。一緒にランチを楽しみだ、動物。ハムカツとかちょっとエグいけどな。キャラメールね。まあわかるよ。じゃあ、で、1位は。おい、お前らかよ、また。おい、なんかもう、なんかわかるじゃん。そういう、なんかもう、またちょっと勘ぐっちゃうじゃん、1位に。いや、なんかもうちょっとさ、まあ、2回目とかならさ、ちょっと票数制限とかしてほしいな。だってもう変わんねえじゃん、これ多分。次も変わんねえぞ、来年も。まあ、まあ、いいんじゃない？ランチ楽しみたいんだろうな。いいんじゃないですか。頼りになりそうな動物。これは結構な、割れそうだけどな。ジャック。そっか。キャラメルな。頼りになった！アポロな。アポロはなんかわかるわ。頼りになりそうだな。まあなんかいろんな映画とかの影響もありそうだけどな。まあ、ファンはそうなんじゃないか。まあ、これはわかるよ。タヌキも頼られたいみたいな感じ言ったけどね。おめえ頼んのなんて家建てるときとかそんなもんだろ。まあ、橋とか坂とか作るときぐらい。次、ホームシェアしてみたい動物。あ、ホームシェアね。これはでも割れるんじゃないか。あ、ブーケね。あ、かわいいやん。グミ。グミ入んの。あ、キャラメールね。なんか強えな。強えな。なんかもうちょっと住民いたはずだよな。動物のうち住民こんな少なかったっけ？豚は？豚今んとこ出てきてねえんだけど。まあ、今んところな、あんま豚が入りそうなランキングじゃねえからな。生まれ変われたくもねえだろ、あんなやつな。残り3問。残りもう3問か。あ、面白い。これ来たんじゃない？これ豚来るだろ。な、あそこ入ってたんだからな。壇上に来てるからな。あ、ジュペッティね。わかる。あ、1位か？これ、もしかして。おいおい。お？なんかもうちょっとさ、貨物とかさ、
あの辺だもん。なんかもう、やっぱこいつらじゃん。人気、ここ逃したらもうハムカツ入れねえだろ。おい、一番来そうとかったぞ。おい、ニコパイよりハムカツの方が面白いだろ。なあ、正直なとこな。もうこれ人気票数、全部人気票数だろ。人気投票じゃない。基本的にな。ジペッティはなんとなく分かるけど。あ、こいつはな、サイコパスだ。ああ、いや、気を取り直して、次、あなたがイケてると思う動物。ジュンジャックだろ。ああ、もう俺予想すっかん。ああ、ジュンジャックだろ。え、イケてるアポロな。ああ、ジュンな、ああ、ジャックだろ。ジャックだろ、もう。だからさ、ためんな。分かってっからもう。ほら、こうじゃん。なあ、こいつらが人気なのは別にいいんだ。ああ、別にいいよ。それはどうでもいい、別に。ああ、人気は人気だったら、それは人気なんだろ。いいんだけど。おい、ここまで選挙すっか、お、豚は？おい、壇上に上がってたらさ、全員入ってんじゃねえの。何あの壇上。ちょっと待って待って待って。ラスト、ラスト、これで、来るだろ。ああ、これでな。応援者、あ、応援者、あ、ちょっとこれ来たんじゃないか。あ、ちゃちゃ回るな。ああ、じゃあ、ジャックじゃねえだろうな。おー、ラッキー、嘘、ラッキー。マジか、はい？いや、ラッキーはいい。なんか、わ、まあ、まあ、応援したいって、なんか、全身、満身創痍だからだろ。いいんだけど、あれ？あの団長なんだったの？あ、え？は？以上、すべて終了した？は？おい、待って、え？おい？ちょっと待って待って待って。ん？団長のとこ？おい、いいんだよ、おめえらの締めはよ。壇上ちょっとなんか、怪しい気配を感じたぞ。怪しい気配を感じたんだが。別にもうここはいいよ。ハムカツが入んなかったのはもういいよ。うん、しょうがねえよ、その。それは別にいいんだけど、もともと入っ、おい、待て待て、おい、豚壇上から引きずり下ろされてんじゃん。なんだったの、あの思わせぶり。おい、ニンテンドやったな。来年はよ、対策しろ。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。